この前、うん、動画編集してる時に、うん、変な持ち方して撮ってる動画があって、うん、変な持ち方？そう。アプローチ？これね。そうそうそう。こっち。うんうん。はい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 。なんでそれで打てんのって聞いたら、うん、どこにヘッドがあるか分かるから、うん、だから打てんだみたいな話してて、うん、まあそれいつも言うじゃん、うん。どこにヘッドがあるか感じられるから、打てんだって。なんか全てそれなのかなみたいな。全てそれだろうね。平井宏明の。ワンナップゴルフ。ヘッドがどこにあって、どっちに今クラブアーツがかかってるか、うん、後ろなのか前なのか下なのか上なのか、うん、そういうのが分かってるから押せるわけじゃない。要は自分の体の右にクラブがあるって判断した時にしか押せないわけじゃない、うん、こっちにあるのにもう押そうとしたって意味ないから押さないでしょ。ああ、そうだね。そう、だからクラブヘッドがどこにあるかが分かんないと押せもしないし、うん、触れもしないし、うん、スピードを上げられないんだよね、うん、でどこで圧を感じてるかっていう場所を押せば圧をそこで感じてるんだからスピードが出せるわけよ。例えばじゃあ平井の場合はここで感じてます、人差し指のここでね、うん、そしたらここに感じてるんだからここを押せばその圧が増されるわけよ。あ、ヘッドスピードが速くなるわけよ、うん、そうだからそういうのが分かんないと押せないし、うんうん、それを分かってるからどんなグリップであろうと圧を感じられるからナイスショットが打てるっていう状態、うん、なんかそれって自然と覚えたわけでもないし、うん、感じてから育ったみたいな感じ。感じてから育った。そう、感じなきゃお前ゴルフやっちゃダメだよぐらい言われて育ってきたような感じ。え、でも言われてたの？感じなさいって。感じなさいとは言われてないけど、うん、ヘッドがそんなとこにあったら、うん、そりゃシャンク出るだろう、振り遅れるだろうって俺は言われてきたから。ああ、父ちゃんに。そう、だからそれってことはヘッドがそんなとこにあったらって、そんなとこってどこから始まるわけじゃん。ああ、子供の時思ったんだ。うん。そしたら、ヘッドの位置が分かんないと、要は、こうなってないとじゃあいけないんだねってなる。だから、こうなった感覚ってどうなんだろうって言って、うん、これからスタートなんだよ。え、本当にやったのそれ。いや、全然やったよ。だって分かんないから。あ、やったんだ。全然やった、やった。こうやって構えて、うん、こうやってだ、あれがまっすぐ行ってるわけじゃん。そうだから、あのまっすぐが打てなかったら、うん、フルスイングでまっすぐ打てないから。すごいね。そうだから、そういう面で、うん、勉強にはそういうことは使わなかったけど、ゴルフはそういうふうに勉強した。自分で考えてやったのすごい。うん、それがね、小6とか中1ぐらい。嘘。うん。だってヘッドわかんないのにさ、ヘッドそんなとこにあったら、振り遅れるだろって言われたら、うん、いやだってヘッドなんかわかんないよって言ったもん俺。だからこれは見てるからヘッドはわかるでしょ、うん、わかる。でも目つぶった時にわかるためにはどうするのっていうことなんだ、うんうん、だからヘッドを感じようとしなかったら感じれないじゃん。そうだね、うん、だから例えば今こうやって握ったからこうやってわかりやすいけど、うんうん、だったらちゃんとね指10本をしっかりグリップこうやってフィットさせて、うんうんうん、でこうやってやったときに、うん、こうやってやったときに、うん、こうやってやったときに、どっちにクラブが傾いてるか分かんなかったら、うん、結局見なくなったときに分かんないでしょってことなの、うんうん。それを自分で見てやったときに、うん、あ、この感覚なんだって言ったら、ここに来たときにどこに圧がかかるかって言ったら、こことここなの、うん。で、こうやったときにどこに圧がかかるかって言ったら、うん、こことここなの。だから逆じゃない。クロスしてるわけだから。そうだね、そうだね。圧が、うん。こことここだ、うん。そう、だから全然違う場所じゃん。だそれが分かんなかったの、うん。ダメだから。え、でもそれ考えたんだ。考えてる考えてる。それその年で考えるとやばいよ。意外とゴルフには真面目だったのかもね。いや、頭は良かったんじゃないの、もしかして。もしかしてって言ったら俺が一番失礼だよね。いや、子供でそこまで分解できてることがよく、物事をさ。ああ、なるほどね。だって、いや、言われたんなら分かる。うん、なくて、そんなとこにあったら打てねえだろうって言われた後に、だからどこにあるか感じなきゃいけねえんだ、その感じ方を覚えろって言われてんだったら分かる。そこまで言われてないわけでしょ、うん、言われてない。言ってもうちの父ちゃん素人だから。ああ、そっか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 。本当に、こうやってやれ、こうやってやれ、ヘッドを返せ。うん。それしか言われてないから。だからインパクトゼロも知らないわけで。そうだね。そう、戻せしか言われてないんだね。返せしか言われてないから。
だお前はこうなってるからこうなれって言われただけだ。それを自分で考えて分解するっていうのを小6とかでやってるっていうのはもう、あれもしかしたらお前来た。いやすごいね。なんか、ね、そういうのに好きだった。そのなんか、分かりそうなこととかワクワクすることだったのね、そういうの。それは好きだった。ああ勉強と同じことさ。違う。全然わけが違う。いや同じだから。もうそうなの。うん、答えにたどり着くのに、あれなんでみんなこの式思いつくんだろうとか、うん、っていうそのなんでが分かっていけば全部解けるからさ。いや、その解き方なんて別に載ってるからなんでも。はいはい。で、なんでその解き方を思いついたの？考えたの？うん、なんでそれ今出てきたのだから。これ今のやばいよ。もうこれ6万5000円。だって書いてないもん。参考書に。いや、参考書に書いてないよ、これ、うんうんうん。今のところ。それと一緒じゃん。そうだね。いや、やばいわ。結構でも、そういうことが。うん。何でもそうなんでしょ、この曲。そう、小学校、中学校の時は、うん、結構いっぱいあったかもしれない。あ今では当たり前として考えてることも、うん、その時にはそんな考える力もないし、うん、考える力っていうか理解力がないから、うん、感じたまんまなんでだろうやってるだけだから意外とそっちの時の方がうまく考えれたかもしれない。あでもそのなんでだろうをちゃんと思ってあこういう時にこうなってるんだってそのなんて理屈じゃなくて、うん、手に来る感覚とかでなんでだろうを解決してたんだね多分ね。理屈じゃない感覚で解決してたっていうか覚えてたっていうかちょっとその話膨らましていい？俺この話題っていうかこのストーリーの感じで言うと、うん、一番最初に自分で自分の衝撃を受けたのは、うん、本気でちょっと打っていい、うん、俺本気で、うん、こういうショットしか打ってなかった。えそれはいつ？小4小5、うん、小6、うんうん、は左に打てるのはチーピンしかなかった。そう。で、こうやって、そんな右したの？そう。あれしか出なかった。で、もう、お前は素振りが足りないんだ。触れてないんだ。ヘッドが出てないんだ。返せてないんだを、毎週毎日言われてたの。そう。それで、素振りをやってないんだ。すぐわかるぞ。触れてないんだから。スライスが出るんだってずっと言われ続けてきたの。それで自分の中でもう頑張って返そうとしてるし、うんうんうん、でやってることはちゃんとやってるし、うんうん、でも結果が出ないんだと、うん、どうやったってシャンクしか出ないし、うん、どうやったってスライスしか出ない、うん、でもナイスショットもちろん出る時もあるしチーピンも出るわけ、うん、でなんでかなと思って、うん、こうやってもう本当になんだろう、うん、1たす1はちゃんと2になるぐらいのことをちゃんとやったっけ、うん、こうやってやって、うんうんうん、こうやってあそれはできるみたいな。そうこれそうこっから始まったから。これが今で言う多分1から8の始まりなんだけど、こっから次フェイスを見ながらずっとヘッドをこうやって追うの、うん、でフェイスの向きを絶対開いてないかをチェックする、うん、こうやって、うんうん、見てたんだ初めは。見てたこうやってどうでもいいから形なんだ。ああそうか。そうしたら今度それを自分のまっすぐ見た時の手の感覚で覚えるわけよ。こうやって。ああそっか。そうしたらあれがフェースが狂ってない、要はスイング中にフェースがどこも向いてないっていうのが手の感覚で分かるようになる、うん、したらフェースがまっすぐキープできてる証拠じゃん、うん、したらそのスイングを大きくしてくる。それを小5か小6の時にやって最初こういうスイングできたの。ねえ父ちゃんまっすぐ行ったから始まったからこれはめちゃくちゃ覚えてる。これでまっすぐ行ったのは分かったけど、お前あんな飛距離じゃコースじゃ回れないから、うん、もっと振ってみろって言われて、うん、でまた右行った、うん、でも俺あれじゃ右に行っちゃうしま、うん、っすぐ打てない、うん、だからあれを伸ばしてっていいかっつったら、うん、したらできんだったらやってみろっつった、うん、そっからドライバーが良くなってる。あ自分で1から8をその時にやり始めてたんだ、うん、でそれを今例えばアマチュアゴルファーに、うん、何人かに俺やってくださいって言ったことあるの、うん、したら
返ってきた反応っていうのが、うん、そんなとこまで戻れないぐらいの感じだった、うんうんうん、じゃあ戻れないねって。そうだね、うん、俺ねすごい去年衝撃的な一言徹君からもらったのは、うん、できることになる、うん、勉強の。そうだね、それだと思ったの俺。できることしかやってないじゃん、うんうん、だからそれを何回も何回もやるのよ、うんうん、で 100% にできないんだから 100% にしなきゃいけない。そうなのね。そうなの。だってさ、うん、いい服って、うん、服間違えないでしょ。そう、それさ 100% 言えるじゃない。そう、だからそれをやらないじゃない。そう、やってかなきゃ。そう、うん、服全部言えないと次行っちゃダメなんだよね。そうだよね。そうだからさ言えるじゃんみんな、うん、だから次行ってんだよね。でもやんないんだよねゴルフ。そう、まあ、ゴルフだとっていうか勉強でも学年上がっていくとそうじゃなくなっていくわけ、うん、はいはいはい。もっと難しいことをやらなきゃいけないことたくさん出てくるから、うん、なんか俺が感じるようなイメージだと、うん、5の段までしかできないのに、うん、各全部言えるから、うん、次割り算行って、うん、でやってる。でいや6の段7の段言えないじゃん、うん、そう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 、そうでも各なんてできるよっていう風に感じるわけよ。そう、あとたまに間違えちゃって。そう、だからそれが1から8なんでね。そっか、ってことは5の段までの割り算はできるけど、うん、6の段の割り算ができた時にミスショットしちゃうってこと。そう、だからできる時もあるし、うん、できない時もあるから、うん、できるつもりになっちゃってるってこと。うん、その次に行ける階段をすごく細かく切ってあげるって言ったでしょ。言った。そう、よく覚えてるんだ。いや衝撃的だったからそう、そういう一気に上げることは誰だってやりたいし、うん、普段もやってんだろうから、うん、だけどそれをわざと5分割とか、うん、わざわざ一段でいけることを、うん、ちゃんと丁寧に全部100でクリアしていく、うん、パーフェクトに、うん、それがやったのが、うん、俺は良かったなと思った自分で。やってきてたんだそれを、うん、だからそれの基本的な自分の説明といえば、うん、例えばジュニアの頃打ってると、やっぱりギャラリーが来るわけよ。もうあんちゃんみたいな。そうすると、ミスショット見せたくないから、できるナイスショットのクラブに持ち帰るわけよ。だから、最初ドライバー打ってて、人来たら、すぐ8番やんとかピッチングに持ち帰って打ってたわけよ。そうすると、ナイスショット打ってるじゃん。あ、それが自然とできてたんだなと思って。形は違えど、その、できることをちゃんとやってんだよね。ミスショットが出ないように。でも加減はしてないわけよ、うんうん、だそういうのの繰り返しなんだなと思った。だから あの前の言ってた練習場もそうだし、うんうん、ずっとピッチングと7番とか8番とか打ってて、うんうん、だからより 100% を磨いてるわけよ絶対外さないようにみたいな、うん、そういうのが本当にドライバーが打てなかった小学生の時に、うん、それを自然と今思えばやってたような感じ、うん、いやすごいね。だからなんでとにかくまっすぐ行かないんだろうを、うん、自分なりに考えた結果が、うん、そのゴール地点ばっかり見てるわけよ、うんうんうん、答えばっかり、うん、でもここができてなかったんだなって気づいたわけよ、うん、結局これができてないんだから、うん、そんなの飛び級できるわけがない、うんうんうん、そっからだね。あの自分でそれで中学3年の終わりぐらいに70代がバカ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 って出て、そうでその高校の監督が見に来てくれた時に74とか出て、それで高校決まったっていう感じ。だから良かったなと思って。だから本当にねこれぐらいのスピードから始まったからね、ドライバーのフルショット。それでまっすぐ行かないんだったらスピード上げても絶対行かないと思ったから。そうだよね、コントロールできてないからね。そうだよね、うん、だからヘッドがどこにあるかが分かんないっていうのは本当にどこを振っていいか分かんないっていう人だから、うんうんうん、そうだからヘッドを感じようとするんだよ、ね、こうやって、うん、そうするとねブランコでこのコグあるでしょ、うん、これができるわけないの絶対、だから飛距離が出ない、うんうん、ヘッドの位置分かれば、こぐタイミングが分かるでしょ、うん。打つタイミングが分かる。ゼロにするタイミングが分かる。うん。うん、それだからヘッドを感じようとしてる。だからヘッドバランスってめちゃくちゃ大事ですよ、つってんの。スイングバランスっていうぐらいだ、うん、ヘッドバランスって。そう。だからそれぐらい自分の相当ヘッドバランスにこだわるからね。うん、なんか感じすぎてもダメだし、感じないのもダメだから、自分の適正なバランスで
ここを迎えられなかったら、いいインパクトは迎えられないから。それでヘッドを感じるような癖がついた。だからまずこうやって握った時に、指のどの部分でクラブ圧を感じてるかが、勝手に一番最初にこう来る、頭の中に。へぇー。あ、っていう感じ。それで打つんだ。打つ。あ、だから素振りしなくても。そう。これ、わっくりでいいんだよ、これで。これで。それでわかんだ。そう、これで。こうやって。あ、だから人のクラブでも打てる。打てる。素振りしなくて。そう。だから、レディースだって、激重だって。どこに来るか。そう、感じがわかってるから、そう。やばい。そう、だから、まあ今たまたまナイス出たけど、本当はね、こっち、こっちが、そう、一番いいけど。だから自分のクラブだから、なんとなく分かるじゃん。だからまだ打てるけど、そういう感じ方っていうのが相当やってる。すごいわ。だから本当にこうセンサーっていうのは、意識してなくてももう癖づいてるし、すごく最初は意識した。じゃないと、ナイスショットが打てなかったから、それが大事ですね。だからヘッドを感じれると、たとえ、イレギュラーな構えとかね、握り方をしても、まあ、なんとなくインパクトには戻せますよ、っていうことなんですよ、そういう動画を撮っていったんですけども、本当に練習場で強く握った、緩く握ったでもいいんで、どんなやり方でもいいから、ヘッドの位置と向きが感じられるようなスイング作りを目指していった方がいいですね。はい。ちょっとそれを練習場でやってみてください。はい。で、気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。でもそんだけ分かってたら、勉強もさぞできたってことだね。いやね、勉強別なんだ。勉強別なんだ。勉強はなんでだろうってならないんだから。そこだけだね。無理ってなるから。そこが違う？あの考え方一緒だからさ。そうなの？やれよかったね。なんかね、ゴルフは、そうやって考えたら、ナイスショットが出て楽しい気分になるって知ってたの。だけど俺勉強はね、解けたところで楽しい気分になんないんだよ。丸なくても。だから、100点取っても0点取っても気分が変わんない。変わんないんだ。だから高校は開き直ってるやつが多いじゃない、でも中学校の0点って、みんなドン引きするでしょ。してたよね。俺だから0点取ったって、別にへっちゃらだったの。やばい、0点だったっつって。でも、誰だったか、もっちか、誰かが、0点って見たことないのよ。俺が初めて取ったぐらいの感じだった。そしたらさ、ノーリアクションだから。やばいっしょ。そう。で、高校入ったら、ひろゆきもみんな0点だから、それこそ変わんない。道連れ、ひろゆき。そう、他の部活なんかもいっぱいいたよ、0点いっぱいいた。だけど高校には行けるんだから、感じられれば。そうだね。そう、感じられれば高校行けますよ。あんまりね、これ言っちゃあれだけど。そうだけど、そう、それぐらい大事なこと、スポーツやるには。そうだね。そう、感覚的に取るんで、ぜひそれをですね、感じながら練習してみてください。動画の方以上になります。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。